阪神競馬11レースアンタレスステークス1800です。本レースは13番ロードブレスが過去1年間未出走です。この1等は予想対象外です。能力偏差値ですが、a ランク1等 b ランク1等 c ランク4等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます。最後に。 適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定200を打っています。 7枠12番、プロミストオリアです。能力偏差値はトップで偏差値ランクは A ランクとなります。金5層では前層2層前に黄色線を上回っています。特に前層は黄色線を15上回る優秀な指数をマークしています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。指数の青線の傾向を見ていきます。近層は 指数の青線が右肩上がりで調子が上向いています距離適性を見ていきます距離は紫色の丸です今回は1 8 0 0ルとなります指数がピークとなっているところを見ていくと一層前はピンク色の着順が一着で紫の丸が1800 1800は適距離です展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図により レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が4頭います。先行タイプが3頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ハイペースが予測できます。先行勢の総崩れのリスクを考慮した方がいいです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 一層前は鼻を切っての競馬です。鼻を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は109でトップです。上がり指数は60で6位です。楽に逃げられる高い先行力を持っています。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のプラス評価をしていいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線。金層は、 馬体重が減少すると指数を上げています明日も馬体が絞られていればプラス評価していいですレース間隔を見ていきます横軸一目盛りが2週間の1開催を表します今回は12週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くか大きなリスクがありますレース間隔はマイナス評価していいです次の馬を解説していきます暫定丸を打っています5枠9番バンヤールです 能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金五層では、前層、三層前、四層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は、紫の丸が1800、4層前は、紫の丸が1800、 1800は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一走前は5番手からの競馬です4走前は9番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は74で7位です上がり指数は62で3位ですまずまずの上がり指数で差し足を見せられそうですハイペースも味方しそうで 展開面はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。六枠十一番、キングズソードです。能力偏差値は三位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金五層では、前層に黄色線を上回っています。能力的には二番手グループの一角で、連帯資格は十分です。指数の青線の傾向を見ていきます。金層は？ 指数の青線が右肩上がりで調子が上向いています。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は紫の丸が1800、1800は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は5番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は54で13位です。 上がり指数は52で11位です。先行力、上がり指数ともに全く評価できません。させない高いリスクがあります。展開面はマイナス評価した方がいいです。馬体重を見ていきます。馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も馬体が増えていればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています一枠1番 カフジオクタゴンです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層に黄色線を上回っています。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は、紫の丸が1800、1800は適距離です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は4番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は58で12位です。上がり指数は56で9位です。先行力は全く評価できません。後位につけられない高いリスクがあります。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面はマイナス評価した方がいいです。ババ状態を見ていきます。 馬場状態はグレーの丸で表されます馬場が渋ると指数を上げています明日も馬場が渋ればプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定罰を打っています4枠7番 KI パープルです能力偏差値は5位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では黄色線を上回ったことがありません能力的には上位馬には劣ります 三着候補までで良いと思います距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと昨年の5月は紫の丸が1900昨年の4月は紫の丸が1800 1800は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと昨年の5月は3番手からの競馬です昨年の4月は3番手からの競馬です 後位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は75で6位です上がり指数は54で10位です平凡な先行力で後位につけられないリスクも若干ありますハイペースは大きなリスクになりそうで展開面は若干のマイナス評価した方がいいです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った12番の対戦成績は 有力馬との直接対対戦は少なく評価対象外です暫定丸を打った9番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定黒三角を打った11番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません評価対象外です暫定白三角を打った1番の対戦成績は7番に対し0勝1敗と負け越しています1番の対戦成績にはリスクがあります 暫バツを打った7番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません以上の適性分析を考慮しました最終の予想印です本命二重丸を打ったのは12番プロミストオリアです能力偏差値はトップの A ランクですレース間隔にリスクはありますが距離と展開と調子を高評価しました対抗丸を打ったのは9番バンヤールです 能力偏差値は2位の B ランクです。距離と展開とレース間隔を高評価しました。黒三角を打ったのは11番キングズソードです。能力偏差値は3位の C ランクです。展開にリスクはありますが距離とレース間隔と調子を高評価しました。白三角を打ったのは15番パワーブローキングです。能力偏差値は、 6位の c ランクです展開とレース感覚を高評価しました×罰を打ったのは1番カフジオクタゴンです能力偏差値は4位の c ランクです展開と対戦成績にリスクはありますが距離を高評価しました以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや状況などの情報も加味すれば 必ず回収率向上につながりますぜひ指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです